札幌市交通局5000系電車は札幌市交通局が保有する札幌市営地下鉄の通勤系電車である南北線のみで運用される1995年に2000系の老朽取り替えとラッシュ時における混雑の緩和を目的に登場したそれまでの2000型や3000型は編成中の客用ドアが片側16箇所しかなかったため 特に乗降客の多い大通駅や札幌駅で、乗降に時間を要しダイヤ遅延の原因となっていた。ほか、一両あたりの全長が13.5メートル級の小型車両を8両編成のためレッドスペースとなる連結部が多く、収容力の面でも課題があった。また、南北線では各駅のホーム長が110メートル弱で建設されており、大通、 北24条、麻生など、ホーム両端に階段が設置されている駅も存在するため、ホームを延長しての車両増結は不可能な状況にあった。検討の末編み出されたのが、当時東日本旅客鉄道の山手線や、京浜東北線、英断地下鉄日比谷線、京阪電気鉄道などで導入されていた他飛車のように、客用ドアの数を増やす方法であった。 5000型では1両あたりの全長を18メートル級に大型化し、編成中の客用ドアを24カ所とすることで、乗降の円滑化と混雑緩和が図られた。導入の報道発表があった直後は、座席数の減少や従来車両との乗車位置の違いで、混乱を招くといった意見もあったが、結果的に専用席は同等の数を確保した。 乗車位置に関しては乗車位置表示の色で分けて案内することとなった。5000K の導入により南北線の各駅ホームには LED 式案内装置が設置され色の乗車位置でお待ちくださいという表示で旧型車両と 5000K のどちらが到着するのかを案内するようになった。5000K の編成数が少なかった時期は両方の案内があったが 5000型が大半を占めるようになると、旧型車両到着時に限られるようになった。車体構造は、東西線の6000型や、東方線の7000型と同様の18メートル旧型側、4扉のボギー車で、従来の2000型や3000型での13.5メートル、2車体連接構造から大型化された。電動車と付随車の構成は、 3M3T の6両編成で2000型や3000、K の8両編成と同一の編成長となっている。正面デザインは3000型を踏襲して貫通路を左に寄せ、全体的に丸みを帯びている。行き先表示器は 7000K30 車同様の LED 表示となっており、運用番号も明示される。カラーリングは、 東方線7000系3次社から導入されたスタイルを踏襲し、アイボリーホワイトの車体に、正面貫通路と、側面ドアが南北線のラインカラーであるグリーンに、塗装されている。平行カルダン駆動と VVVF インバータ制御を採用し、主変換装置は東芝、三菱電機、日立製作所の各車制を採用し、ゴムタイヤ直径は 850mm と、 鉄車輪並みとされた。台車は一本リンク式、ボギー台車を採用。また、シェ回路制御方式が2 0 0 0系の抵抗制御、3 0 0 0系の電気子直波制御から、VVVF インバータ制御に変わったことで、消費電力の削減、保守にかかる費用や負担、煩雑さが軽減された。終電装置も、L 型上面修道式から、 上面修道一体アーム式に変更されている。乗務員室の運転席には、シングルレバー式主管制御機が採用された。また、札幌市営地下鉄では初めて車上検査機能、機器モニター機能、運転支援機能を有している。土平装置は、従来の電磁空気式から、ベルトレンドを了解式電磁弁一体式に変更された。これにより、 客室ドア開閉の際の動作はほぼ無音となった。車内も、また、これまでの札幌市営地下鉄の車両から大きく変化した。など、これまでにない仕様が多数盛り込まれた。また暖房装置や送風装置も従来車とは異なるものを採用している。車椅子スペースは52 X X、52XX55XX に設置されている。各ドアの室内側上部には、 路線図式案内表示器と路線図 LED 併合タイプの案内表示器が交互に設置されている。開けと予告として、このドアが開きますという表示が各ドアに2つずつ点滅することで、自駅の折り口を分かりやすく表示している。上高促進ブザー音は3 0 0 0第2編成以降の編成の音色に準じたものになっている。ただし、 視覚障害者に対応することが求められるバリアフリー法基準を満たした社内向けドアチャイムは全編成未設置である。2018年2月より第4編成の LED 表示器が札幌市営地下鉄では初めてとなるフルカラーのタイプに改良されて営業運転を開始した。登場時から現在に至るまで以下の6両編成で運転されている。 登場時点から2019年末現在まで、北海道における鉄道車両では、唯一の4度は車両である。車内案内表示器南北線に残る3000系、第2から5編成の老朽化に伴い、また2012年度の可動式ホーム作設置及び、将来のワンマン運転化を控え、に、扉車であるこれらを置き換えるため10年ぶりに5000、ガタが増備されることとなった。 外観こそ変化はないが、8000型に設置された、車両間の強化ガラス製仕切り扉や、スタンションポールの設置、蛍光灯カバーの廃止、高低差のある吊りか車内案内表示器の液晶ディスプレイ化など、これまでの5000型とは、細部が異なる仕様となっている。2009年11月20日より、運行開始された。なおこの編成は、 北海道発の LCD 式車内案内表示器の搭載車両となった。また、車端部の窓も開閉可能となった。これは二段窓で上段が加工する仕組みになっている。LCD 式車内案内表示器は各、ドア上部右側に1台のみ設置されているが、その左側には JR 東日本のトレインチャンネルなどのような広告用画面の設置スペースが準備されている。 通常は、蓋が被せられており、右側の案内用画面のみ使用されているが、かつて2010年12月15日から2011年1月9日まで、外部業者がディスプレイ48台を無償対応し、第18編成の左側の画面を稼働させ、広告実験を行っていたこともある。2009年の第18編成に続いて2010年に第19編成。 2011年に第20編成が登場し、3000位型は2012年3月25日限りで第5編成の営業運転を終了し、南北線車両はすべて5000型に統一された。全車川崎重工行政である。5000系全編成一覧釣り川に高低差がついた第2編成車内504、編成行き先表示5000系504、 編成インジケーター2018年2月、第4編成の車両正面の行き先表示器、並びに、車内案内表示器の LED 部分が、従来までの三色 LED から、フルカラー LED に変更されて、試運転を開始、同月17日より、営業運転を開始した。この表示器は、視覚の個人差を解消するカラーユニバーサルデザインを、採用しており、 東西専用発生型を含め、2023年度末までの全車更新が計画されている。仕様は以下の通り。ありがとうございます。